立てかけた鏡に映る己が姿を驚いてか、全身は油と足をつくろりともりと打ち流すのに、その油を風で妖艶のためにと打ち取り、客と屋敷の薬草を草の葉っぱと打ち混ぜて、とろりとろりと出てかけた姿の油だ。じゃ、先生、ご苦労様だ。どうだ、こんなにたくさんの店ですもん、一軒や二軒を背中のほうが分かるもんですか。親方は細かいからいちいち勘定するんだ。あんな言い方は言いなさんな。どっちみちお前さんの懐へは見た一文入るわけじゃないし。ダメダメ、ダメ。どうです、今日は売れましたか。軽いから人手が少なかったでしょ。いや、いいんですよ。馬に払わなくたってよろしい。こんなに店が多いんだから、一軒や二軒しなくたってわかるもんですか。ゴミ箱ばかりおかしい。うん、何が迷惑なもんですか。あ、そっちみち、わしの懐に見た一文だって入るわけじゃない。おお、金子さんじゃありませんか。どうも、北村さんですか。どうも、そんなところで出会いましたな。いやー、大差したで結構。江戸詰めですか。もちろんです。国表でましての。おう、そうですか。じゃあ、あまり遅くならないうちに回ってくるかな。じゃあ、おなみさん、おやすみ。これ、金子さんよ。なんだか場所の中で、どう通なくしなくても、ずっと久しぶりであったんではないか。どっかで一つ、ゆっくり飲みながら話そう。じゃあ、ちょっと今日はいただき。これ、金子さんよ。どこ、金子。本当、浪人したからって、どう言われてくれちゃ困るね。え、じゃあ、本当に久しぶりだったね。どうしていましたね。我々はよく座るとあんたの噂が出るよ。どうしているだろう。いや、ただなんとなく生きていますから、ご安心ください。ではごめん。おお、金子さんよ。金子さん。姉さん、こんなに遅くなるまでどこ行ってきたの。なんで？ヒロちゃんって言っちゃ悪いよ。いつまでも子供じゃないよ。そう？ヒロ太郎、もう遅いじゃないの。早くお帰りよ。変わったやつよ。昔はあんなやつじゃなかったんだが、どうにもすると、あの変わってくるかな。姉さん、まだ声も消えられないで。あ、ヒロちゃんどこ行くの。姉さん、いくらだな。いけねえ、また旦那の勝ちだ。ああ、旦那にはかなわねえ。そんなの修行もあって苦労するぞ。うち三遍立て続けないぜ。あ、今度は負けませんぞ。ええ旦那、いつまでも十文二十文の勝負じゃ面白くねえじゃねえか。今度は人大きく買ってくれない。用意の金は50両。10両までの勝負ならいくらでも引き受けますぜ。さあ、旦那、買ってくれない。では、一両張り返しを。一両。お花だよ。旦那赤ちゃん、ご両に紹介しておりますよ。よし、行こう。うせい、掘ってるし。くぐるしやったら、ちょっと行ってみい。旦那、どうかやってくれない。あ、そうか。旦那、惜しいことしましたね。じゃあ、一覧頂戴します。どうです。今度はこの敵討ち、
見るよとはねえ。おいしなせってのも転んでいくな。おい。うん。うん。おい、ひろこ。さてな、あんな若造の言うことなんざ気にしねえで。そうです。こんな二両と張りになったら。いや、一つ今度は十両と張り合いよ。十両？はい、十両。その代わり、私やがては五十両でございますな。そうでございます。十両張って旦那がおかしいなら、五十両にしてお返しします。じゃあ、十両お話なんですね。はい。へへへへ。いやいや、板がこんにちは。どっかこの日だ。冷やせんじょう、酔いのせんには使わねえって、辛いんだ。姫たち、この旦那の爪の赤でもせんって飲んでくる。じゃあ、もう一度念をさ。俺の赤ちゃん、この十両の金は五十両になって帰ってくるんだったな。ええ。いや、いいから。いいからやってくれ。そんなわけで、まんまついつのイカ様に引っかかりまして。イカ様がイカ様に引っかかってるやつはねえや。すみません。浦君からお借りました五十両と、あっしの利息に二両が。止めろ！あいつ、どれ見てもかぶってきやる。だけは。出てご苦労だ。今夜は四十三件じゃなかったんですか。いやいや、四十二件。いや、確かに四十二件。間違いありません。どうしたい、娘さん。ああ、男が二回来てるってわけだね。呼んでやろうかなんてとこだよ。ひろちゃん来てませんか。ひろちゃんって誰だい。ひろ太郎って言いますの。ひろ太郎、聞いたこともねえ野郎だわ。ここ行ってるんですけれど。よし、聞いてやろう。待ってね。誰？俺だよ。あら、あんたお帰り。おりましたら、兄が迎えに来てるから、すぐに帰るようにおっしゃっていただけませんか。なんだ、おめえの弟か。そうかい。どうしたの？芝居やってるんだよ。ああ、今夜も夜通しやるんだって。ひろちゃんと来てないか。ひろちゃんって誰のこと？あの子の弟だって迎えに来てるんだよ。ああ、そう。勝手に迎え上がって聞いてこないで。いいよ。俺行って聞いてみたい。おう、ヒロちゃんっているかい。あれさんが迎えに来てるって。ヒロちゃんって誰だ。ああ、今夜ヒロコ来ておりませんよ。そうかい。じゃあ、行ってやろう。今夜まだ来ていねえそうだよ。トラコのところじゃねえか。おまもの屋のトラコよ。知らねえのか。この近所で他にまだこんなところがございますの。うん、あるとも教えてやろうか。先生、今の人誰かい。なんで知らんのか。下の姉さんのどこだよ。いや、おめえ。あれが高知山当主でんだ。愛想の中元部屋とそのおまもの屋の裏とこの近所のドバスティーはまあそのくらいなもんだよ。いや、ありがとうございます。気分かってるね。え、よく存じております。かわいい娘ね。え？あら、もうかいな。わかった。先ほど失礼いたしました。おう、さっき親切に教えてくれたのはおめえさんだったね。おなみは金が抜けたまっておりまして、お顔知らないもんですから恥かきました。何恥なもんか、ほらおめえに礼がいてくれない。ご冗談を。まあ上がれよ。上がんなさいよ。なんて言うんだよ、おめえ。失礼いたしました。わしは翔太。直次郎と申します。お見知りおしようになります。さあ、直が。
近づきの印に一杯どうだい。あんた、ダメよ、若い人にそんなお金で飲ませて、かわいそうよね。ねえ、一杯がらいいじゃん。ダメよ、ねえ。いいってことや。どうぞ。どうぞ、行けるね。ええ、一緒やね、一緒なら。そいつは話せる。まあ、知れた見かけによらないもんね。酒はねえぜ。いいもんつけてくれ。あったしら。なきゃ酒屋叩き起こして買ってこい。だって、酒屋さん二月も腹が滞っちゃうんだよ。情けないこと言ってやら。人だるの十や二十は買っとけ。商売じゃねえか。おう。五千円。何か買い手物あるなら遠慮しずに言ってみよう。他のうちだ。何でも買ってやるぞ。あら、そう。私、羽織がもう一枚欲しい欲しいと思ったんだけど。よし、買ってやる。他にねえか。それから、奥にある茶団子ね。実は、どん屋さんから借りてるのよ。借りてるなんてケチなことを言えない。買って買って。とても人手が足りないの。女の子を一人雇おうと思ってんだけど。よし、俺も買って買って。申し上げにくいんですが。ケンさん、また負けたのね。ね、もう全然にいかないさ。さて、これで一部ばかりお借り願えないでしょうか。よし。俺らがってやる。あ、取っときない。え、そうですかい。あいつはどう、親方、すいませんでした。あんた、ありがとうございます。あんた、去年買ってもらったあの帯ね。なんだ、帯か、うん、ああ、買っちゃえ、買っちゃえ。そう。今夜は俺は何でも買うぜ。なおさ、これから一つ中へ繰り込んで、花魁なんぞを買ってみるのもオチじゃねえか。そうですね。おいすぎて、カゴに行ってほしいって言う。あんた、カゴだけは買わない方がいいわ。うん、カゴはね、買わなくても乗っけてくれるの、分かってる。さあ、どうぞ、飲めよ。こんなにおばあちゃんのいいよ。私が付けるわ、いいでしょ。やだよ。なんでこんな子供に。どう？ねえな、これでなかなかこういった精したもんだぜ。そんなに大きいよ。ああ、嫌いがないなんて。それなら、面倒くせえさ、これでいってどうだ。まあ、大丈夫。何、こいつはこれでこんな顔してて、一社にしたら平気なんだ。あら、ほんと。どうね、手したもんだ。早かった。どうだ。おめえのことは馴染みの女があるんじゃねえのか。まさかね。いや、なおさんのことはわからねえか。馴染みなってるね。だから、隠さなくたっていい。本当ですよ、馴染みなんて。こんなとこに来るの初めてなんでしょ。おう、なおさんどこ行くんだ。親方、俺はまだ酔っちゃいねえんだよ。さんじゃないの。やっぱりひろちゃんね。おみちゃん。そう、おみつよ。あんた大きくなったらね。すっかり見違えたわ。ちょいと、あの人驚くじゃありませんか。おみちゃんは。姉さん。相変わらずだ。なあ、何言うのかね。だから、一人しかでもいるじゃね。うん、子供の時のお友達なのよ。うまい。おいらも見受けするって噂して。うん、おいらも見受けするといえば大した金だろう。あ、500両だよ。あんた、あのケチンボがよくそんな大金を出す気になったな。お金ない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 。この破れを張っておけてきたのは確か昨日の朝だってな。昨日じゃありません。何？一昨日の朝です。バカ野郎、わざわざそこに行く。ノリがないのか。ええ、もうねえんですよ。大陸のは面倒くさくてね。ノリならわしが買ってきてやろ。先生は？うん。そうですかい。うん、何がいますか。お、これは金工事。田村さんです。どうしたんですか。先夜は失礼いたした。実はこの娘に少々話があって訪れた。ああ、話って。いや、それが弱ったことができたのじゃ。
うなぎさんどうかしましたか？どこにおるんですか？いや、今弟を探してくると申して出て行った。北村さん、これは一体何事です？いや、何を隠そう、天下の一大事でな。ああ、あんたもご存知と思うが、わしのこの刀。おお、なかなかよくできてますな。うん、竹光ですか？いや、とんでもない。これこそ北村家の宝、先君より拝領いたした村正の名刀じゃ。ああ、そうですか。ところが昨夜、深くにも小塚を盗まれてな。おお、そう言われれば小塚がありませんな。うん、誰に盗まれたんですか？ここの娘の弟と申すやつじゃ。あ、よこです。あいつならそのくらいの方やりかねん。いや、このことがもし万一殿のお耳にでも入れば、いや、切腹は免れん。腹を切るんですか？うん、それは大変ですな。いや、もうそれで言わっとんのじゃ。うん、言われましたな。うん、次に下村さん、うん、あんたおいくつでしたかな？歳か。うん、今年53だ。53。ああ、人生は50年と言いますな。人間53まで生きれば出来のいい方ですよ。あ、大将、どこ行ったの？では今度は小塚を一つ、金と銀で細工してございます。さすがお侍の持ち物だけあって、多少商人の持つ品物とはちょっとわけが違うよ。おがよならこんなところで叩き起きをするような品物ではございませんが、これこそ強いです。泣きの涙で売り出したこの小塚、まず品物を手に取ってよくご覧くださいまし。はい、大将、せめて三両塗ってくれよ。あんまり大したもんではないな。ではただいまご覧に入れましたこの骨は、さあいくら？さあいくら？さあかった？さあいくら？さあかった？いくら？さあいくら？えー、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 いくら？ちょうど今のやつから早速連れてきやす。あ、ケントさん頼むよ。はい、有名な人ね。おめえ、本当にシロちゃんってやつ知らねえのか？知らないね、そんな男。今の娘さんの話じゃ、毎晩のようにここに来てたっていうぜ。おめえ知らねえはずはねえと思うんだ。なおさんにあいつのことは知ってるだろうな。何の話してんの？何の話してんの？さっきの娘さんが探してたあの白太郎って男のことじゃねえ。呆れた。あんた嫌に気にしてんのね、その男のこと。だってあの娘さんが可愛そうじゃねえか。兄貴、何でいらっしゃる？
飲むのゲッツだ。ナオさん、どこ行ってたんだ。おめえに聞こうと思ってたんだ。おめえ、シロちゃんの男を知らねえか。シロ太郎ってこと。シロ太郎知ってるのか。いや、別にその知ってるってことの中じゃないんですけど。今どこにいるかわからねえか。はい、今どこにあるか。何かあれにどうですか。何、今そいつの姉さんが心配して訪ねてきた。どうしたの。これよ、瀬戸物立てるがね、今これ脇。よー、将棋屋のあんちゃんだね。あの、いずれいたしました。親方の住まいちゃっていいじゃん。一番やろうじゃねえか。もう一度将棋盤持ってこい。冗談言ってくれ。え、じゃあ、行ってみますね。お疲れ様です。まあまあ、待てよ。え、おめえに聞くわかるだろう。もしやおめえ、シロちゃんってやつ。え、シロ太郎って。え、シロ太郎。シロ、やれちゃん、からかしちゃいけないねえやん。何、シロ太郎って男は、じゃあ、遊んじゃない。ごめんなさい。どこ、おめえ何してるんだよ。お兄さん、俺はシロ子じゃねえぜ。俺の名前は直次郎ってんだ。覚えておいてくれ。隠し立てをするとためならんぞ。しかし、いくら探してもいないもの。うん、いないとは済まされ。そんなことで、都内の申し訳をさせますか。もう、この上は、南の町奉行よ、わしから直々に訴え、この女の弟を捕まえてみせる。田村さん、あんたのようにそう慌てなくてもいいと思うな。今夜にでも帰ってくると思いますから。せめてもう二、三日だけ待ってみて、それで知れなければ仕方がありません。まあ、その時は、身を知らず、耐えるなり、腹を切るなり、なすってはいかがですな。よろし。二三日待とう。他ならん金子さんのおっしゃることだ。待ってくれますか。いや、さすが北村さんだ。ありがとうございます。きっと小塚を探します。その代わり、三日経ってまだ小塚の帰らぬときは、町奉行へ訴えますぞ、金子さん。今の南町奉行は誰でしたね。さあ、加藤さんだと思いましたな。お、そうだ、加藤だったな。お、ご存知ですか。三度会ったことがある。加藤を何と言ったかな、あいつは。清正でしょ。おう、そうだ、加藤清。とにかく、3日経っても、小塚の戻らぬときは、町役人が取り調べに来るから、そのつもりでいなさい。ん、この方、ごめん。何、表沙汰にすれば、やっこさん首が危ないんですからね。いや、めったに民謡書に届けはしませんよ。大丈夫。ん、何かあったんですか。お、牛か。あ、そうだ。私は海苔を買いに来たんだ。お、何だ、海苔だ。今のお侍に行ったら何ですか。ん、いや、何でもないんだよ。海苔さん、何かあったのか。こんな、つまらない小塚お前さ。有料も出して買うやつないよ。大体もったいないよ。貴様が根をつけたのが悪いんだろ。根をつけたって、俺の最初つけたのは一両じゃないか。こんなのはね、こんなのはね、一両が相場だよ、こんなの。これえ、こんなの十両も出すバカがないよな。わしは十両で買う前に貴様七両に売ると言ったじゃない。これはね、俺はおっさんがね、その前に七両って言ったろ。貴様が五両と言うから、わしは七両と言ったんじゃない。そんなこと言うけど、お前さん、その前に何て言ったい。三両、三両って言ったんじゃないか。そもそもわしが二両で買うときに貴様は黙って引っ込んでればいいんじゃないか。貴様が二両に言うと言うから悪いんじゃないか。なんだ。大体ね、これは違うだろ。ほら。お前たち、そうやねんかい。ほら。なんだ。これ、おとといに、ご了承。何、ほくれ様、ご了承。中の良いご両親は、お口論などなされた。はい。実は、私めがこの小塚を買い求めましたの。小塚。はい。わしも小塚を探している。あ、ご住役様。では、この小塚はいかがでございます。実は、本日友達より金20両にて買い求めました。何だ、20両だわ。なかなか立派なご立ち物でございます。他ならぬご重役様のことでございまするから、買い求めましたる金20両にてお譲りいたしてもよろしゅうございますが。いや、わしの探してる小塚はこんな安物と、およ。あ、何か。なるほど。お気に召しましたか。まがいものもここまで来ると、いや、立派なもんだ。本物と変わらん。どこで手に入れたの。ほれ。あ、そうだ。いえ、実は私の友達が家の宝といたしておりました大切な品物でございます。
もちろん偽物ではあるが、しかしなかなかよくできている。わしじゃからこれ偽物と見抜いたが、素人には全然わからんね。はい。ご敬願のほど恐れ入ります。いくらと申したの？金20両でございます。よろし。30両で買いましょう。え？あのご重役様が30両。いかにも30両で買いましょう。その代わり、これが偽物であることを誰にも言うなよ。はい。承知いたしましてございます。いいんですよ。はい、腹が使ってよろしい。どっちみち、わしの懐指たいしもんだって入るわけじゃない。牛、親分に言うなよ。いや、じゃあ、この間、さよなら。はい。何だ、今日お前んとこ来たおけ、あれ一体何だよ。何でもありません。おい、ご役に訴えるとか言ってやったな。また白子のやつ何かひでかしたんだろ。あの世にも困ったもんだね。もう言った。あんたに尋ねたいことがあるのよ。尋ねたいのって何だよ。実はこの白ちゃん、ちっとも家に帰ってこないの。そうかい。ほら、今日白子の白子に会ったよ。本当？行けってこのところにと、やっぱりあのボスのところにあるんだよ。白子のやつ、その変なボスこれになってやるんだよ。あ、入ったよ。今度こんなところに店出していたのか。じゃあ俺ママだけ一杯ごちそうになろう。ジョギア、今夜店を出さねえのな。あなた、油断はしてきたら変わりますよ。おいら、次は僕です。あなた、ごめんなさい。こんな一人で大変だね。ひろちゃん、子供の時それはおとなしくていい子でしたね。そうかい、お父さんまだ帰ってこないのか。困ったもんだね。って方に暮らしてくれないんですよね。入ったら一つしんみり意見してやるんだね。私きっとお友達が悪いのだろうと思いますが。そりゃそうだ。ではあんたの弟は毎晩のように俺のところの2階に来るそうだな。よくないもんだ。俺の口から言うのおかしいが、あそこはまともな人間の来るところじゃねえ。お願いですから、ひろちゃんを返していただけません。あの子生まれつき人がよくて、よいわし、とてもあなた方のお仲間になれるような幸ではございません。そりゃそうだろう、あんたの弟だ。およそ俺たちとは縁の遠い幸に違いない。ひろちゃんを返してくださいね。お願いしますわ。私のたった一人の弟です。変だね、お前。どうやら俺が弟さんを知ってて返さないような気づきだわ。おい、親方、そんな子供をくどくなよ。なんだと？これだな。おい、フロントから50両の金を巻き上げたのはお前だろ。俺ならどうした。いい度胸だ。向こうまで姿してもらおう。今の話が気になるが、俺はこのお侍とちょっと話をしてくるから、後でゆっくり行ってよ。どこ行くの？いや、おなみさん、来たらいかんぞ。すぐに戻ってくる。おい、ここでやろう。よし、これ持ってろ。心配するな。なんだおめえ、片足が短いな。バカ野郎、ほんの片足に名前だけだ。気の悪いやつを相手にするのが大人げないな。その代わり腕はしっかりしてるから安心しろ。行くぞ。えぇ、お、おなみ、こんなことなさせてください。いや、大丈夫、心配することない。危ないから寄って行か。そっち行って、そっち。危ないから先行って。さあ、行くぞ。えぇ、お、おなみさん、どうした。そう、きっとね。そいつはいけねえ。おい、喧嘩は厳しいだ。よし、
傷口じゃねえか。ああ、いないから傷口を買ってます。玉の油玉の油あら、ダメだよ。あんなもん全然来ちゃいけない。バカ野郎、なんだっけ金傷なんて売ってるんだ。いいから早く買ってこい。早く買ってこい。奥さんと、かなり仲良くなりになったわね。ああ、うちははじめ森田屋の一家あんまり評判良くないからな。あの奴の金ならいくら取ったって構わんよ。お前森田屋の用心棒だろ。うん、他にすることはないからな。そうかな、お前ほどの腕で。俺ほどの腕って俺の腕知ってるのか。あっちその長いのをスラリと巻いた手際には俺は少々驚いたよ。そうだろう、俺も驚いた。いや、この刀買ってから二月になるのだが、抜くのは今日が初めてだ。我ながらよく抜けたもんだと思って実に驚いたよ。あ、切れたようだ。あ、おなりさん、もう一杯。うずみさん、さっきの話を聞こうじゃないか。弟、俺はどうしたって。うっさんに聞きましたの。この頃、ひろちゃん、いつもあなたと一緒にいるって。俺と一緒にいるのはナオって野郎だが、そういやナオの野郎おかしいぞ。小木山の親方、甘酒が好きだった気がするんですね。親方、甘酒がお好きでしたね。うちの人甘酒を飲むの。それごろじろ、何もかも知ってるようでいて知らねえのがこの道の常と言いましたね。飲みだして。なんだって。いえ、甘酒が飴ってんで、何も姉さんぞ怒らなくたって。ケンさん、そうしておしゃらかすもんじゃないよ。私はね、これでもお前さんには随分親切にしてるつもりなんだけど、もっと素直に物は言えないもんかね。そう無理になられちゃなおさらあっちも話が聞いてんじゃ。ほら、この間ヒロってのを訪ねてきた娘があったでしょ。あれが甘酒屋の娘でさね。こんなことは親方に言っちゃいけないんで、これはもう僕なりの密って話なんですが、親方が飼いがってるナオってやつは本当はあの娘の弟でヒロってんだ。ヒロ太郎ってんだ。何心配することはねえさ。甲子園の親方に頼めば二つ返事だ。ちょっと待ってくれ。あ、姉さん、こんばんは。こんばんは。早く言うかい。親方、留守だぜ。あ、姉さん。姉さん、また来ます。今夜泊めてもらわないでしょうか。なおさん、ご無理申して。お断りしますよ。お断りますよ。もっと、お前さん、ひろたろってのは本当の名だってね。これさ、すみません。これさ、せっかくここを頼りにしてきたもんですから、今夜だけでも泊めていただけないでしょうか。切れました。覚悟決めたって。おみっちゃん、お前死ぬつもりなのかい。ええ、どうせ生きていてものぞみの場合体ですし。よし、俺も死のう。ヒロちゃん、何言ってんの。何、いいんだよ、どうせ生きてたって証明は俺だ。おみっちゃん、一緒に死のう。いいけません、あなたを殺しておく。お何さんに申し訳ありません。いいんだよ、姉さんなんかいいんだよ。今ゲッタです。はい、なさい。ちーちゃん、遠慮しないでずっと言ってくれ。汚いところだが、我慢してもらって付き合いの印を打ってやるとしよう。おふみちゃん、なんか見繕ってくれ。この人はな、今そこの夜店で知り合いになった人なんだ。ふざけて。よし、ありがとう。ノオはまだ帰らねえか。ノオさん、うん、こいつにちょっと用があるんだわ。ノオさんにね。そりゃそうですよ。おう、おめっこい来て挨拶しろよ。いや、おかしなやつだな。
止まって。白太郎って言うんですよ。ね、よく知ってるんだね。知ってもないもんね。私はね、お前さんが甘酒を知ったら知らなかったよ。うん。甘酒はどうしたっけ？知らばっくれないかげんしたらどう？甘酒は好きなって結構ですよ。いや、誰かに焚きつけられやがったな。そう、面白くもない。なお、姉さんってこの間の娘さんですよ。みたいなやつ。何やるんで、てめえはさっきからそんな料金で口を聞いていたのか。出かけたな、一旦出かけるとしよう。そう、姉子の気分の悪いわだし、わしの方はなんだ。何を言うんだ、一旦。お前さんには気の毒だが、どっかへ菓子を変えて飲み直そう。お前さん、どこ行ってます。こちらも専業の時期間だ。お前さん、この間の人だね。お入りなさいよ。いつもお邪魔にあってすいません。いいえ、何かよ。甲子屋の人のお味でございますよ。おや、うちの人に用があるんですか。いつもお世話になっています。弟のひろ太郎のことで、今朝来るようにとおっしゃいましたので。ああ、そう、なおさんって言うんだね。今時の若い人って本当にずるしいもんだ。家でも来たことはしたんだわね。ひろちゃん来ましたか。若い人を連れて車で暮らしてきたんだわ。うちの人も留守だったし。ひろちゃんどうしました。どうしたのかね。うちの人は家から帰ってこないし。甲子山様お留守でございます。お前さんのところにいるんだろ。えんさん、ヤンゴロの女の子って虫も殺さないような顔してるけど、なかなか隅に置けないもんね。本当ですよ。ちょっと見ると子供みてえで、そのくせ大の男を手玉に取るんだから、女なんて魔物でさ。それでイケシャーシャーと私のところにからかいに来るんだからね。怖いよな、モルさん。姉さんは人がいいから黙っていなかった。私だってね、女だからあんまりいい気持ちはしないよ。姉さん、すげえ腕だね。ジェンさん。え？その子にあんまり相手になると、うちの人に叱られるよ。なるほど、親方にね。おじさん、わかり伊勢がいいな。何が伊勢がいいもんか。朝っぱらからおめえ縁起のいいのにお目にかかって震え上がってるんだぜ。おお、何かあったのかい。おっとこの騒ぎじゃねえよ。俺らの土台もんよ。俺らの土台もん。うん、アイランの土台もんか。うん、じゃあ一つ、オイランの土台もんのためにって行こうか。いや、オイランの土台もんのため。俺がとっさんの前だが、藤井さんが綺麗な女だ。うん、俺はこう出し上げた時、たっぷり笑いが出たね。ああ、神獣だな。神獣の片割れのためにって言うか。神獣の片割れのため。いつ帰ってきたの？ひろちゃん、あんたどこに行ってたの？私どんな人あったか知れないのよ。ねえ、ひろちゃん、少しは姉さんの気持ちにもなってくれたらどう？あ、どうしたの？いませんね。なあ、こちらくだ。おめえよ。おい、隣だ。隣だ。見えるかな。でも、どうしよう。どうしましたんですか。隣だ。
白川決戦だろ。そんなじゃねえんだな。なんかひろ太郎が。他のことじゃねえんだ。ひろ君が大丈夫ってことをしやがったんだ。そうだよな、帰ってるだろ。そういったところで始まらねえんだぜ。弟はこの頃、ちっともうちになりつきません。なんかひろ太郎が。俺の身請けした道取という女を連れて逃げ出しやがったんだ。小僧上がりの城にそんなことをされちゃ、俺の面が立たねえ。おい、おなみさん。おめえだって、うちの親分のおかげでその死の暮らしが立ってるんだ。そのご恩を忘れて、恩をあだで返すような真似したヒロはな、見つかり次第腕一本足一本へし折られるんだ。なお優しいことだ。おい、うし、よせよせ。女にすごまんこう言ったところで始まらねえ。お、いじめだ。本当にヒロは帰ってこねえんだな。はい。親分様。弟が帰ってきましたら、どんなことでもお詫びをさせますから。ねえ、そっちからお詫びるとか勘弁してくれとか言ってるが、三つ年という女には300両という金がかかっているんだぜ。300両だ。どうだ、金の工面がつくか。それにね、え、なんとかなりそうじゃねえか。なるほどね。なぜだって。おい、おなみさん、300両といや大金だ。おめえ、とっくりと自分で自分の体に相談してみねえ。もし金ができねえやなら、うちの親分のところに相談しねえ。うちの親分は自分受けようしてなんだぜ。ごめんねえ。また悪いよ。本当は目立ちたいからね、体だけやるんだよ。ほら、気づくんですか。どこを露呈してんのかね。ご心配でしょ。ただやこの駅じゃ、どこにどう転がっておいたか、こっちやろ。健太さん、見た目によってよ。人の心も知らねえですね。やっぱりあるかやねんね。健太さん。なんだ、兄ちゃん。あんたすごい誰か来てるわ。誰か来てる。どっか女か。
女の人よ。女だ。でさ、俺なんだよ、お前。あれなんだ、驚くじゃねえせんか。大変な様は舞い込んでいる。なるほど。どうも大層の店ありましたな。いやー、食ったなぁ。飲みも飲んだな。鬼の粉水料理長いの。いや、驚きました。しまいの店が始まりまして以来のお客さんでございます。それにしては安いな。牛乳を取るか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しかし、せいし、金がない。借りておくぞ。ここじゃダメだ。いや、金券だ。これ、なおとは困ります。では、子供の家まで一緒に行く。ちょっと、はい、いや。どうだいった、うん、どっかで一杯やろう。うん、そうだな。ここじゃダメだ。旦那。前の方のお勘定をちょっとお付けになって。心配するな。貴様も一緒に飲め。どっかでやろう。いや、待て待て。いや、私はいくら飲んだって金払うのだからな。はあ、いや、どこで飲んだって同じことは、あんまり森戸屋の方へ帰らんと、君が心配だからな。じゃあ、私一度帰ってくるわ。じゃあ、わかるよ。じゃあ、また改めて飲みな。じゃあ、また飲むぞ。私のまんどころはおかん盛りと来てるから、払うか払わないか責任は持たないぞ。え、旦那。来てまいりました。ご苦労。あれさん、この前お借りして、どうもありがとうございます。ファイトなケーキだね、健太さん。その水切ったまではだせ。北の風が吹きゃ、南の風も吹きゃったので。あの後は叩き打ったんだね。まあね、ご推量に上がれよ。これ、昼のやつにかなわたしてました。やっぱりそうだね。あれさん、このことは、親方ではなしですよ。うん、分かってる。じゃあ、あれだ、また帰れ。あれだ、俺らは決定だぜ。あら、お帰りなさい。あれだ、あれさんが最初、今日も出したぜ。お帰りなさい。随分心配してたんですよ。待ってみよう。おい、今日どういうこと来てるの？まだ、俺の後からくっついてきたんだ。うん、待ってなに？変だな。あれだね。どうも、恐れ入ります。はい、すみません。ご入会しますよ。本当にすみませんね。こんなところまで足運ばせて。はい、ありがとうございます。12時はリーブいただきます。これはね、お前さんのお出汁だ。あ、そうですか。どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。さよなら。ごめんください。さよなら。よ。うちの間のところ、だいぶ風向きが変わってきやったな。勝手なようだが、それだけはちゃんと心得ててもらわねえと困るんだがね。あ、心得ておきましょう。死ぬ気はこうして。大勢の人間買ってあるが、一人だって無駄飯を食うやつありゃしねえ。ああ、無駄飯をね。ああ、そうですか。ちょっと先生に使いに行ってもらえてんだがね。あ、どうだった。用が済んだら OK って言ってもらえてんだ。我慢ですか。いや、わかりました。そして使いと言いますと、おなみと言ってもらう。おう、おなみさんのことですか。いや、いいですな。おなみさんのとこなら。森田屋から来たが、昨日約束した300両の金をもらえていってね。え？親分、もう一度お尋ねしますが、今何とかおっしゃいましたな。300両の金をもらってくれて言ってるんだ。300両。世の中をすることはねえじゃねえ。おめえさんは金を取ってくれそれでいいんだ。親分、ちょっと伺いますが、300両の金というのは、一体どのくらい集まったら300両になるんでしょう。三文五文の甘酒を売ってるおなみさんのところに、そんな金がありますかな。いくら親分の言いつけでも、これだけはそれに行こうか、おらしいことなんですよ。いや、行くぞ。わしにごめんなんだろ。なんだお前は。小遣いを返せ、小遣いを。わしの生命にもかかる小遣いだ。小遣いを返せんか。まだあんなこと言ってるんです。いやいや、行くぞ。わしはな、怒りたいけれども、怒らんぞ。な、頼む。この度、兄貴。おかしくて、あんなもんいつまで持っていられますね。お、北村さん。あ、金子さんですか。どうしたんです。どうもこうもない。恐るべき小僧だい。物の価値のわからんということは、実に罪悪ですな。ははそもそも、これはですな、殿より廃業の一越。
もらったといえ、いつ返せというかわからんですからな。さよさよ、殿様というやつは長くこともないんでね。機嫌のいい時は物をくれたがるし、そうかと思うとすぐ返してくれるよ。そうですよ、そうですよ。そして、いつ腹を切りますか。いや、金子さん、友達の休みで、あの子を一つ説得してくれませんかな。おい、ひろぼう、わしはあまり人に説教はできん方だが、物を盗むのはどうかと思うな。それかは失礼そのはいかんな。返してはね。持ってませんよ、あんなもの。どうしたんだ。次行って売ってしまいました。何、売ってしまった。なんだ、売ってしまったのか。それじゃどうも仕方がないな。北村さん、いよいよこれですな。いや、実はね、ここだけの話ですが、この代わりの品を見つけましたね。お、代わりの品、もちろん偽物ではありますがね。何、広さには鑑定がつきませんからな。なるほどね、便利なものがありましたな。いや、しかし、本物に越したことはありませんがね。まあまあ、腹切りだけはどうやらごまかせますからな。うん。あ、ごめん。いや、ごめん。森田屋の親方が300両をもらってこいと言ったんだが、お前何か姉さんから聞いていなかったのか。それです、それを持ってんだ。なんだ、どうして300両を森田屋に渡すんだ。おい、ひろこ、何か訳があるんだろ。ん、おい、なぜ黙ってるんだ。おなみさん、どうしたんだ。姉さん、どこにいるんだ。はい、あ、すぐに俺の顔見ろ。貴様、はっきり物が言えないほど少年を使ってるのか。先生、ごめんなさい。姉さんは私のために夕べ身売りをしました。なんだ、身売りした。どこ行ったんだ。よくわかりませんけど、何でも稲荷おこしをとったの。稲荷おこしを。じゃあ、高知山のうちの近所じゃない。大丈夫ですかね。何が大丈夫ですか。何がって、金子先生のことですよ。本当のあんたはきっと妙ですね。何に色気づいてやんな。あんなのは取り出す始末は悪いもんですよ。出かけたのは昼前ですよ。もうやがて日が暮れます。そうだな。今日も少し遅すぎるな。だから言わねえこっちゃねえんですよ。出かけるときから嫌な顔してましたね。ひょっとすると野郎、金持って逃げやったかな。あんた、本当に熊に好きなの。ええ、行くとも。あの山の中で嫌でもうても二人きりよ。五年には及ばねえ。下草ぐんだりまで落ち延びるようじゃ、高知山も不運のせいだ。おい、来た。あ、来たわ。いつはどうした。あ、じゃあちょうどよかった。いつは、おめえよく首にならなかったな。首が助かったんだね。そう、来てた。どうしたの。どうした。おなみさんいなくなったんだ。どうした。身売りだ、身売りをしたって。身売りした。うん。じゃあ、わけは後で話すな。その身売りをした先が、その近所の稲荷おこしを出すんだ。お前ちゃん何か心当たりない。稲荷おこしで、うん、待てよ、どこだろうな、この辺でそんな関与してるの。いった、分かった、分かった。向かいの店長だ。あの野郎、前言の手先みたいな代物なんだ。一緒に行こう。お前さん、こっち入ってこない。どうしたの、なんか。とにかく2階上がって、詳しい話を。分かってくれ。2階上がってます。おいしいです。今日は誰も2階上げちゃいけねえぞ。おめえの姉さんったらいい人だな。あ、風を受け取ってな。6両ですか。この証文には300両って書いてありますよ。それは証文皿のことだよ。どうしてそう。分からんでな。おめえはまだ世間のこと知らねえからそんなこと言うんだよ。ありがとうございますって受け取ってきゃそれでいいんだよ。そんなバカなことありません。私は嫌です。まあいいや、いや話は後ですよな。とにかく一生も名前だけな。ごめんよ。お、ヒロだろ。おや、ヒロがいます。え、ヒロ、逃げ寄ったって逃げられないしねえんだぜ。てめえ、よくもミツルを殺したな。死んだ女に未練はあるやつに、昨日もおなみに話した通り300両耳を揃えてもらおうか。おい、ケンタさん、お前300円親分に渡してくれ。何言うんだお前、100円でいいんじゃないか。ほんと、ケント。
てめえこんなところに何しに来てんだ。これは森田の親分さんで。おい健太さん、おめえ300キロの証文この通り出してるんじゃないか。あんまり人ばかりすんなよ。あ、森田の親分、こいつを見てください。お前が身売りをしたの？誰が身売りさせたんだ。お前さんが姉さんを責めたばっかりだ。とにかく300キロの金はこの人から受け取ってください。おい、ヒロ、そんなおめえ変だ。えふざけた真似をしてやがって。あ、そうそう、当たり前じゃねえ。てめえにこんな勝手な真似をされたまるもんか。そしてお波はどこにいるんだ。ええ、まだ足の手があるんですが。高いも敵は500や600になろうって玉だ。武士、ええ、てめえこれから行ってお波を俺の家に連れてこい。ええ、違う違う、おい、健太、え、来い。え、よろめえやろな。300両さえあれば身売りをしなくても済むってな。で、その300両は俺が引き入れば何、決定することはねえ。その金の工面なら、わしが片方を担ぐもんじゃない。何か心当たりがあるのか。私を取って、こうというところもね。そう。実はな、俺は300や500の金なら、少し考えていることがある。で、こっちにびっくりするもんじゃない。何よ。おい、出た。今までは遊んでいるんだよ。じゃあ、ここまでいない。もし、あっちの時間から座ってやるか、わかるのかな。え、やめた、やめた、やめた、え、やめろ。あなたよ、本当だよ、本当に逃げられた、逃げられたたまるもんだ。あなたよ、素晴らしいやな、本当だよ、本当に、あ、今、本当に逃げられた。あ、逃げられた、逃げられた、俺に来たら、困ったね。あ、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 今、どこか来たんだ。よかったな。あ、先に言う。じゃあ、ここだよ、動いてる。じゃあ、私はそのつもりで世話してね。待ってください。おめえそこにいくらだ。いくらってお前さん。給料もあればいいんだ。だってお前さん、金も出るお金はいるんだよ。分かってる。明日になれ、金の出来で当てがある。これで段取り。数はできてるだろうな。どう転んだところで首が危ねえ仕事だ。私はな、それで人間になったような気がするよ。私はな、今まで無駄道ばっかり食ってた男だったな。それがだ、今度はそうじゃないだろう。そのために喜んで死ねるような人間生きるわけないかな。下の晩は旅に出るんだ。おめえもそのつもりで下来てくれ。ええ。おめえどうかしたのか。いや、どうもしやしないよ。ええ、でもいよいよ今日は明日だ。どうぞ。お名残に取らずまた来ようか。ほら、ひょっとすると明日まで帰らないかもしれない。二階の娘さんのことはおめえに頼んだで。二階、明日はおめえと二人で旅に出るんだ。おめえは逃げた。ええ。どこへ逃げたか皆目わけわからないってんで、健太の野郎回ってやったらあれやじゃねえや。バカ野郎め。いい加減しろい。まるで人ごとのように話をしやがる。聞いてる俺の身になってみろ。あいつに逃げられちゃ元も子も友達だ。そうですね。何？おいよ、明日探してみます。当たり前だ。明日の朝までお波を連れてこい。え、みんな、武士と一緒に手を挙げて探してこい。おい、みんな手貸してね。やぶん、やぶん、されたまねをしばらくしてほしねえぞ。姉さんはどこにいるんです。姉さんを返してください。お波を返してくれ。
の子で来てくれた。やめえとこにいるか知らねえのか。お願いですから、そんないい加減なことやないで、姉さんを返してください。せやほだ、牛、誰かいねえか。おや、え、どうしようだ。え、口を痛くならやすよ。だって足の顔が丸すぐるさ。兄ちゃん、帰ってきてくれ。私、すぐ後から行くか。誰だ、言ってないよ。品川の相模屋の中だから、板回ってましたからって300で受け取ってきたでしょ。今夜はこれ約束でね。それが工事。姉さんのメーターが足の先が入ってどこにあるやん。まるでのっぱら引きを逃がしたようなもんで、どこを探したって、金も姿も荒波の泣きの涙でさ。うわ、どうした、今夜やってないんだよ。そうっすか、じゃあ2階でちょっと待たせてもらえる。いけないよ、2階で誰もあげちゃいけないって、親方が言われてんだからね。どうですか、若いって言うてんですね。どうしよう、何かあるんですか。あれだ、もしや2階に。私はね、出版入りしてくるから、ケントさん、留守を頼んで。うちの人が出してんだから、2階はしちゃいけない。2階はしちゃいけないよ。本心の大宮のお使いとして道海殿にはご苦労に存じます。出雲の神へ御用の向きをお仰せくださいまし。宮のお使いと申すのは与の木でもございます。突然ながら出雲の神様ご主人の小塚を拝見いたしとうございます。小塚でございます。小塚はよ、いや拙僧の拝見いたしたいのはそのような小塚ではございます。当家の情報、後藤雄城の小塚です。昔当家のご先代が将軍家より拝領いたされました。あの小塚、何とぞ拝見いたしたい。実は上野の宮が先日たるところでお求めなされた小塚がやはり後藤雄城の名作です。それをふとしたことから上様がご覧になり、それは先年出雲の神に使わした小塚に瓜二つじゃと仰せられました。がしかしその小塚は天下に二つないという名作。では二つない小塚は二つあったと申されますか。不思議なこともあるものでございます。失礼ながら、おそらく上野の宮様のお求めになった小塚が偽物でございましょう。はよ、後藤家にその小塚がござればな。何と言われる。ではこの出雲の神がその小塚を紛失したとでも申されるのか。いやいや、それ多くも上様より頂戴いたされた小塚、滅多に紛失などいたされるはずはござるな。天下に二つとないという小塚が二つ出てまいるはずもござる。じい、そっちは知らんかな。那須っていうのが昔将軍家から頂戴された小塚があったな。はい、後藤雄城の名作じゃ。信じておけ。どこにゃ、持ってまいれ。これは確か、天君様が田村大膳殿に交わされましてございます。大膳に？これ、大膳を呼べ。この小塚が偽物であることは誰にも言ってないだろうな。誰にも言うなよ。失礼します。
父上が将軍家から頂戴された後藤祐城の名作。なるほど。世には二つとない小鹿。なるほど。ご師匠、お間違いはございますまいな。なるほど、よく似ておりますが。何？雲の影。無人は知らず、この道海の眼はくらませませんぞ。何とも知らず。この小鹿は後藤祐城の策ではござらんぞ。ご師匠には何を証拠にさようなことを申さる。この小鹿はよくできている。ほとんど本物もそっくり。しかし偽物は偽物。出雲の神です。このところをよくご覧なさい。浮き差しならぬはここのところだ。本物の小鹿なら。ご師匠、しばらく。しばらくお待ちくださいませ。何者じゃ。それがし、当家の家老、北村大膳と申す者。この大膳が何の御用。失礼ながら、この小塚は千君様が、将軍家よりご配慮の小塚に相違ございません。決して偽物ではございません。何と言う。決して偽物ではございません。大膳は知っていたのか。は。大膳、でもこの小鹿は。はい。とれも。なぜそのことを早く申さんのだ。出雲の神様、配慮の小鹿紛失いたせしこと。上様のお耳に入れば、ただこのままでは済まされませんぞ。拙僧直ちに立ち返って、上野の宮へこのことをちょっと思いましたが、邪魔なところへ北村大膳。何とぞ、ご師匠より上野の宮へよろしくお伝えくださるようお願いを申し上げます。出雲の神様、この小鹿は確かに上様より配慮をいたされたものに相違ござらん。さすがに天下に二つとない後藤祐城の名作、立派なものと上野の宮へ申し上げることにいたしましょう。ありがたきお姫。大膳、愛なるべくは山ほどのお茶が頂戴いたし。あ、これ。
こと早く申さんのじゃ。あ、殿に正しい申し上げもんだな。殿に正しい。ほら、料理、これ料理。どちらが似たものじゃ。もう一度はっきり申せ。坊主か、小塚か。あ、坊主でございます。どうした？娘がいない。まだいない？おしず、2階の娘がいないようだがどうした？さっき奈緒さん人連れてきましたよ。奈緒が連れてきた？他の人じゃないし、奈緒さんだから大丈夫だろうと思って。もう、どこ行ってますの？さっき仮にあいつのうちに寄ったんだが、誰もいなかったよ。早く金渡してやりてんだ。それであんた、あの子の目受けの金はできたの？金はできたが、ちっとばかり身の回りが危なくなってる。いや、お前さん、さっき役人が訪ねてきたんですよ。どうしたの？おばおば誰だ？へい、ご遺体に来たのだな。どうか、ここを開けなくて。おばしてませんか。それで俺たちも今白太郎を探しているんだ。いや、白は捨てはいないんですね。白がどうかしたのか。知らないんですね。親方が知らなかったんです。何、無理だよ。親方、お願いしてきますよ。白は人を変に隠し立てました。お前さんのためによくありませんで。お願いします。お願いします。どうぞ。それ、待ってるから、みんな他を探してね。です。奈緒はどこ行くとも言わなかったのか。ええ、何とも言ってませんでしたよ。一旦聞いたから。え、ひろっ！お、どう？おめでとう！やるぞ！な？姉さんおりませんか？私姉さんおりませんか？森田は私が話しました。だから姉さんにもう心配はいらないってそうおっしゃってください。お世話になりました。私はです。待て待て、おなみさんはおめえが連れてきたんじゃねえのか？なんですって？私は姉さんを探しているんです。探してる？おめえさん行くんですか？私知りませんよ。どこ行かって？知らない。知りませんよ。いつの間に亡くなったんだろう。なってやった俺の気持ちが分からねえのか。ナミさん、どこ行か来た？言わねえか。なんで、あんな子供みたいなやつに掘りやがって。何よ。え、おっ、おしい、開けるぞ。おい、開けねえ。おい、おい、なんだよ、お前さんたちや。お姉さんで言わねえんだ。白の野郎が来てるはずだ。そこの木やだ。お前さんたちの一歩だと気に入れないよ。強情な山だな。やい、ヒロ、てめえも男なら表に出てこい。よし、今出て行ってやる。あれが指一歩でもないから立ち出るぞ。おい、待て、だだ。お前、その苦労者分からない。お前が死んだら、お前さんはどうなると思ってるんだ。待て、おい、こいつ山の若田、ヒロを出さねえと、かわいそうだが、あれさんの命がねえぜ。よし、踏まえてくれ。踏まえてくれ。お土産だな、引けるだ、踏まえてくれ。今あれさんを見殺ししたら俺を探してるんだ。あっ、殺せねえ。絵みてえな大人生の男がしたらもねえもん。目なんぞ、よけどのそれが虫だ。逃げて縁日の甘酒でも飲めちゃう。おい、早く出ろ、早く。こちらの親方、早く死ねえとあれさんの命が危ねえぜ。いつだ。だってお前、いいからおめえは城を連れて逃げてくる。お前は根元を先だ。それでお前知らすのか。いいからここはわしに任せといてもらいたい。いっさん、嫌なことだが、あいつは俺の女房だ。高知山の女房だ。いや、わしは続け。いや、いいわ、心配すな。わしは続けるから、いい、心配すな。はい、早く逃げてくる。
のことは頼んだね。いや、しかし、でもあの、いいから、こっちのことは俺に任せて。早く、早く逃げてくれ。お前、こっちの方が行かれる。こいつが危ないしな。早く逃げてくれ。じゃあ、しまったら、私、あと、あ、おなみさんどこやった？おなみさんは品川の相模屋、健太が連れて行きました。品川の相模屋？潮時に取り残されると恥が多いというかな。よし、早く逃げてくれ。よし、逃げろ。こいつを持って、おなりさんのところへ早く来てくれ。おなかさん、いやー、早く来てくれ。